つけた時とつけてない時、外した時とのね差があまりにも大きかって愕然としましたね。まあ嘘みたいに聞こえるんだけど、ほぼ匂いがゼロに等しいぐらいなくなりましたね。最初はね、友達の紹介で、非常にいいものがあるよというふうな感じでご案内いただきました。やっぱり石油っていうか油が酸化した香りがですね、やっぱり工場内にも流れ込むような状態だったんですね。それがまあ一番悩みの種だったんですね。やっぱり我々も今までにない目から鱗のような感じで、非常にやっぱり結果的には愕然としましたね。いやね、これを言うとまあ嘘みたいに聞こえるんだけど、ほぼ匂いがゼロに等しいぐらいなくなりましたね。いや、これはびっくりしました。とにかくその匂いが消えるっていうか、時間が経つことによって、ある意味殺菌が進むというか、表現がなかなか難しいんですが、そういう感じですね。ただもう我々のやっぱ水産加工にとって、まあ、3K 5K って言われる産業でね、この匂いが一つ薄くなる、軽減されるだけでも非常にやっぱり私は、価値あるものだと思ってますけどね。最終的にグリストラップの清掃するとかですね、そういう担当者からすると、その投資っていうのはもういくらかかっても会長どうかしてくれと、なかなかやっぱり2日に一度油分を廃棄する、その作業っていうのは非常に苦痛なんですね。それがもう今1週間とか10日やらなくてもほとんど変化がないっていうか、たまりもしないですしね。それとですね、油の粒子が小さくなって、なんていうかな、水に溶け込むというか、昔は10センチも15センチもやっぱり2日も放置しておくと油の層がなったんですけど、今はせいぜい3センチとか2センチとかそんな感じで、で匂いも非常に少ないような状況ですね。費用対効果は十分あると思いますよ。金額もそんなに安い金額ではないんですが、投資をするにしてはできる範囲ではないかなというふうに思ってます。